議事進行の発言内容について執行部へ確認の指示をしておりましたが、この件について執行部から発言の申し出があっております。これを許可いたします。北川営業部長、総務長午前中の私の答弁の中で説明が不十分な点がございましたので、補足説明をさせていただきます。活動服の件ですが、新しい活動服の注意書きの中に、この消防服単独で消火活動をしないでくださいという表記がございます。その注意書きの後に、消火活動時には必ず防火服を着用するとともに、ヘルメット、しころ等の着用をしてくださいということであります。また、消火活動に際しては、筒先、あるいは筒先補助など、火点近くで活動する場合は、防火衣等の安全装備品を装着するようになっていますということで書いてございます。ですから、私が申し上げた消防団員が最前線で消火活動は行わないということではございませんので、この部分について訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。一般質問を続けます。次に18番山口正弘議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。18番山口正弘議員。こんにちは。ただいまより一般質問を始めたいと思いますけれども、フロット議事進行の話が出てくるとですね、心臓をパクパクしながら待ってるのにひょろっと出たら開いた、これなんかまた出てくるかなというような感じで待ってました。それでは早速入りたいと思いますけれども、まず市長に、一つ目の質問としてですね、通常の選挙の時は、選挙の公約というのが一つありますよね。それにもう一つ、前市長の場合は選挙の具役、そして今回の小松市長は10の約束、これがありますよね。じゃあこの3つはどう違うのか、市長ご答弁願いますか。小松市長。公約 と、具役と約束の違いですけれども、大きい意味では私は同じだと思っています。公に対してあることを実行しますと約束するということでは、広い意味では同じだと考えております。私はこの約束というのを使ったのは、その中でも一番分かりやすい表現が何かということで、約束というふうに、使わせていただきました。はい、18番。18番山口正弘議員。はい、ですね、例えば前市長の場合は具役ってな書いてあったんですね。次、前市長にも今日確認を取って、その具役の具の字はどの字かいと聞いたら、愚か字って愚もないって普通言うですね、その字かって言ったら、いや違うと、愚の字は道具の愚で、その自分の約束だと、しょうもない約束じゃないという話だった。じゃあ市長って、もう前市長に言う、前市長って、あなたが100の中100挙げた中で成功したとは、せいぜい5つぐらいじゃなかとやった。しかしその5つのその成功がですね、武雄市を全国に広めたわけですね。武雄市ここにありって、佐賀県の武雄市があるということを全国に広めた。100の中で5つしても全国で広まるわけですよ。そういう中で小松市長がここに挙げられておる、10の約束の中でですね、24時間365日の、
小児医療体制を目指しますって書いてあるんですね。そのまあ約束、じゃあ24時間365日本当にできるのかなと、この中の10の中でですよ、今1年8ヶ月の市長のその期間があられたんですけれども、その中で市長の点数としてはですね、自分の点数大体どれくらいかなということで考えたときに、どう思われるのかをまずご答弁願いたいと思います。小松市長、ここには、10個の、約束があります。この10個のうち今現在着手し実施しているものが、いくつあるかということで、洗い出してみるとですね、今7つ、あると。そういう意味で言うと現在のところは、この約束に、従えばやっぱり70点だというふうに、考えております。まあ大体今7割の、着手実施をしているというふうに認識しております。議長、18番山口正弘議員。意外と地震の後ですねっていうのはですよ、例えばまあ一番初めの365日の小児医療体制のこと、まあこの中で何点か聞いていきたいと思いますけれども、まず小児医療体制の、まあ、24時間365日を目指す、これはまああくまでも目指すですから、その市長としてですね、これをどう捉えておられるのかをまず先にお尋ねをしたいと思いますけど。小松市長。これにつきましては、私も子どもをですね、持つ親として、やはり子どもが、病気になってもですね、毎日、見てもらえるという環境がですね、いかに大事かっていうふうに、思っております。それこそが、やはり子育てがしやすい、町につながるという思いであります。ここについては、まあ、目指しますというふうにあってですね、私も就任以来、これについては、なんとか早く体制を整えたいということで、いろいろと、協議をしてまいりました。今、もう一度ここでお話しますと、確認という面も込めて話しますと、今ですね、武雄では、まあ、医師会、薬剤師会のご協力のもとですね、休日休館センターで、まあ、時間外の、診療をしています。やっている曜日がですね、月曜日から言うと月水木が飛んで月木金土日の5日間やっていると。じゃあ火水はどうなのかというと、火水は、鹿島で、やっていて、武雄では、時間外の、診療をやっていないという状況で、あります。ただ一方でやはり私としては、これは毎日、時間外であっても小児の、医療がですね、ちゃんと確保されていると非常に大事だと思っておりますので、まあ、先ほど申し上げましたとおり関係機関 と、協議をしてまいりました。その結果ですね、つい最近なんですけれども、これは南部医療県の、委員会ですね、紀藤広域圏 と、重なっているんですけれども、医療広域圏の委員会で、今度の4月から、来年の4月から、火曜日、水曜日も、この武雄で小児医療を時間外を、行うというふうな、ことになりました。これによって、この武雄市では、まさに、365日ですね、まあ、子どもの時間外の診療が確保されたということになります。これはまあ武雄市のみならずですね、紀藤広域圏全体の、子育ての安心安全にもつながってくるというふうに考えております。まさにこの目指しますというところで、私も飽くなき、追求をしていきたいと思っておりますけれども、ひとまず、365日の小児医療の体制が整ったということを、この場を借りてご報告をさせていただきたいと思います。はい、18番山口正弘議員。はい、まさに一番初めに上がったのが、一番初めにその、まあ、成就したというか、まあ、365日
小児医療体制ができたということでは、もう本当にその子どもを持つ親としては喜ばしいことだと思うんですよね。まあその点では本当に、まあ、市長も努力したのかなと、まあ、敬意を表したいと思います。次にですね、これいつやったとですかね、平成28年6月15日の佐賀新聞にですね、県が小学校以上の子どもの医療費をですね、自己負担を除いて窓口で支払わずに済む方式を導入に向けて検討を始めていると、子どもの医療助成は子育て支援の一環であるが、あるがですよ、市長はこの点についてどのようにお考えなのかをまずお尋ねしたいと思います。小松市長。佐賀新聞にも、載っておりましたけれども、子どもの、医療費の、問題というところは今、まあ、県内、全体でですね、大きな、関心事項、課題というふうになっております。今武雄市では、小学校、そして、小学生、中学生までの、医療費助成を実施しているということであります。ここについてですね、現在、未就学児までは現物給付というふうに言っておりますけれども、要は窓口に行って、そして、1回ですね、こう払えば、それ以上の額はまあ払わなくてもいいというような、やり方をやっているところです。小学校から、小学生、中学生についてはですね、償還払いというふうに言いまして、一旦医者で、請求額、がありますと、その請求額分を払いまして、そして後でまとめて、申請をして、自己負担分以外をこうが返ってくるというような、仕組みを取っています。ここについては県内ですね、いろいろと、議論がありまして、やっぱりなかなかこう事務負担が大変だと、各家庭でのですね、そういう話もあります。またはこう医療、病院に行きたくてもなかなか、行けないというような、そういった声も出ているという状況でして、武雄市としてもですね、ここはやはり子どもの子育ての環境を、十分にしていくという必要があるなと思っておりまして、ぜひここは中学生まで現在医療費助成を行っている分に対しましてですね、未就学から小中学生まで拡大を、現物給付の、拡大をしたいというふうに、考えております。これによって、各家庭での、負担の軽減であったり、本当に、辛い時には、しっかりと病院にかかれる体制というのが、整うんじゃないかなというふうに考えております。山口正弘議員。はい、じゃあ、方法としては大変そのいいことだと思うんですよね。ただ、その武雄市としての負担が、大体それをすることによって、どれくらいその大きくなるっていうか、増えるのか、その辺をちょっとお尋ねしたいと思いますけど。井上暮らし部理事。お答えいたします。国宝の分をベースにして、試算をした段階では、医療費としては2700万程度、あと審査支払い手数料とか、国庫会計の国庫負担減額措置とか、そういう分での費用もプラスされてくるということであります。以上です。はい、議長。18番、山口正弘議員。はい、ということは、大体3000万ぐらいはおそらくいるんではないかということですね。3000万を使って、子どもたちが本当にそのすくすくと成長して病気をすることなくやっていければですね、それはそれとしていいんじゃないかと思っております。それでは2番目の子ども図書館についてに入りたいと思います。
6月の一般質問でもちょっとありましたけれども、もうそろそろ実施設計も上がってくる頃だと思っておりますけれども、その実施設計進捗状況いかがですか。今の進捗状況。小松市長。モニターをお願いします。非常にですね、武雄図書館に次いで、やはりこの子ども図書館というのは、一つのですね、政策の目玉でありますので、私の方から説明をいたします。基本計画をですね、4月に策定をいたしまして、そして、その後ですね、基本設計が完了したということで、その基本設計に基づくイメージ図であります。まあ、現在、実施設計については9月末を目途に、策定をしているというところであります。このスライド、1枚目なんですけれども、こちらですね、図書館の、西側ですね、西側に、建設をするということで、敷地面積が1439平方メートルというふうに、なっております。これは2枚目の、スライドですけれども、これ、イメージ図ということなので、ちょっと外構とかは、変わってくると、可能性はあるんですけれども、建物については鉄骨でですね、地上2階、延べ床面積が、690平方メートルということで、ご覧のとおり、御船山をバックにですね、そして、いろいろなこう自然 と、調和した、そういった、場所を、考えております。でこの中なんですけれども、この中については、やはり仕切りのないオープンなスペースということで、まずはこう開放感のある、スペースにしようと、さらに言いますと、皆さんこう家はあると思うんですけど、もう一つの、武雄のもう一つの家のような、家にいるかのような心地いい空間を作っていきたいと考えております。でこちらスキップフロアによる4つのオープンな学びの間というふうにありますけれども、この図で、キッズスペースというところが、玄関なんですけれども、そこから、徐々にですねこう階段状にこう上がっていくと、だんだんこう視点がですね高くなっていくというような、イメージを、で考えています。キッズスペースについては子どもが遊びを通して学べる場と、私は以前からですね、楽しく学べる場という話をしてきました。そこは本以外にもやはりこう遊びを通じて学ぶことは多いと思います。そういった子どもたちがいろいろ走ったりですね、その他いろいろ学べるような、遊びを通して学べるようなところをまず入り口に持ってくると。で、そこから少し上がると開花スペース、ここは本を通じて学べると。で、さらに上がると絵本の山、絵本を通じて親子での学びを、すると。でさらに上がると、フードコートというふうにあります。これフードコートにしたのは、当初レストランという話もあったんですけど、レストランだとどうしても、買わなきゃ入れないというのがあります。しかし皆さんご存知の通り、フードコートは、自分が家で作ったおにぎりを持ち込んでもいいし、で持ち込まなくてもそこで、交流ができる、そういった自由度の高い場所だと思っています。ここは食と会話を通じてですね、交流ができる場というふうに考えております。で、この、子ども図書館なんですけれども、建設工事に平成28年の、今年の11月中旬から、入りまして、来年の、10月の、オープンを、予定しているところであります。とにかく、武雄市図書館に次ぐですね、一つの大きな武雄の目玉として、そして、何より住んでいる市民の親子だけでなく市民の皆さんのですねが集まって、そして充実した時間を過ごせるような場として進めていきたい、そのように考えております。はい、18番野口正弘議員。ありがとうございます。質問の大部分は省けてよかったです。それでですね、その来年の10月のオープンに向けていろいろ準備をされて、その、
向けていくということだと思うんですけれどもですよ。ではその管理運営の面でですね、例えばそのどうされるのかというのがまず問題として出てくるわけですね。今の図書館はその CCC さんにその管理運営をお願いをしているという中で、今回のこの子ども図書館についてはどのような考えを持っておられるのかをお尋ねしたいと思います。小松市長。先ほども、言いましたとおり、これはですね、イメージを戻すと、まあこういう形で、まあ、これもイメージ図ですけれども、現在の、図書館の、西側に作るということで、私としては一体的な施設であるというふうに、考えております。従いましてですね、ここの運営につきましては、まずはこう、私たち、行政が、やるというよりは、まずはこう指定管理が、望ましいというふうに考えております。では指定管理どうするのかといったときにですね、やはり現在の、図書館との一体性、さらにそれの相乗効果を考えまして、現在の、図書館の指定管理者に、そこは、していただくべきであると、そのように、考えております。18番、はい、18番、はい。ということは、その今の図書館の一体施設ということで、その指定管理はその今の図書館の指定管理者にそのお願いをしたいということで、確認させていただいてよろしいですか。はい、ということだそうですけれども、まあ、これは新規に、その、子ども図書館の分については条例を改正するのか、あるいは今の条例の中でこれはそのまあ今の図書館と子ども図書館は一体であるから、もうそのままの状態でもう行きますよっていうのがどっちなんですかね。条例。水町子ども教育部理事。先ほど市長の方から説明がありましたとおり、現図書館と一体の施設という考え方を持っておりますので、条例につきましてはですね、現在の図書館歴史資料館設置条例の一部改正という形で対応させていただきたいというふうに考えております。はい、18番。18番、山口正弘議員。はい、ありがとうございます。まあ、いずれにしてもですよ、そのこの図書館と歴史資料館と、そして子ども図書館、それこそ三位一体じゃないですけれども、そのまあ、今でさえその駐車場がないという中くらいにそのお客さんが多い中でですね、そのより以上にそのお客さんに来てもらえるような、そして一日中でも過ごせるような場をぜひ作っていただきたいと願っております。それでは3番目に行きます。今度は建設新聞等を見ておりますと、新潮社の、入札関係の記事が出ておりましたけれども、そういう中で、去年の8月だったですかね、組織の見直しということで一部改正、組織改正がなされましたけれども、じゃあ今回その出すという新潮社に向けての組織の見直しという検討もなされるのかなされないのか、その辺をまずお尋ねをしたいと思います。平川企画財政部長。議員ご指摘のとおり、昨年の8月に組織機構の改革を行っております。まあ、この時は各政策の推進、あるいは行政課題への対応等を目的に見直しを行ったところでございますが、
まあ、また特に教育改革、子育て支援、まあ、こういったものもその総合的な推進のために、まあ、子ども教育部、まあ、こういったものを設置させていただいたという状況でございます。まあ、しかしながら、まあ、1年が経過したという状況を踏まえて、この組織の中で、まあ、問題点、課題点、そういったものがないかということで、集約を現在行っておりまして、見直しが必要なところも出てきているということでございます。それと議員ご指摘のとおり、来年の5月、再来年の5月でございますが、まあ、新庁舎での業務のスタート、まあ、こういったものも当然庁舎の完成があればですね、組織の方の見直し、まあ、こういったものも出てくるかというふうに思っております。従いまして、まあ、現在の組織の課題点を見直すという観点、もう一つは新しい庁舎ができるというこの2つの観点から、まあ、組織の見直しは必要だと、また行っていくというふうに考えております。議長、18番。18番、山口正弘議員。ですね、去年の8月 の、 その組織改革の時にですよ、その私言ったことあるんですけれども、企画と財政を同じ部署っていうか持っていったですよね。じゃああなたたちは企画と財政を同じ部署に持っていくのであれば、もうあとは全部その民間に委託するんですかと私は聞いたんです。それは何かというと、金とですよ、金と企画、要するに他教師全体の企画をする部署と金を全て握っとったらですよ、あとは全部民間でしてもらっても何ら違和感ないわけですね。そういうひょっとすぎ職員さんたちはもう半分もいらんことな。そこまであなたたちはするんですかって聞いたら、やりますって。やった結果が、結果はそのまだ分からんですよ。どうあなたたちがその今後見直しをされるのかは分かりませんけれども、まあそういう中でその我々議会としてはですね、前回でこの間の選挙の時に、選挙終わってすぐ次の選挙は24人を20人になしますよ決めましたよね。そして今月やなかったこと、今年度の新年度から、要するに4月からその新しいその20人体制の中での、まあ施行といいますか、委員会を4委員会から、常任委員会を4委員会から3委員会に変えましたよね。じゃあ執行部としてですね、まいっぺんお尋ねをしますけれども、その委員会構成だってこう変える、定数だって変えてる。じゃあ本当にその企画と財政と一緒にして、あるいはその何ですか、里山資本主義とか貧困対策、なんとか対策かとか、これ果たしてですよ、こういうふうなとかですね、その役に立つのかどうか、その辺のところはいかがなんでしょうか。平川企画財政部長。議員ご指摘のとおり、昨年の8月の機構改革、まあ、この時の課題点、ご指摘いただいたことについては承知をしております。ご指摘いただいた内容等も踏まえまして、まあ、現場の方の意見、まあ、こういったものも集約を現在させていただいているところでございます。で、こういったものを含めまして、機構の方を改めて見直す必要があるというふうに考えております。小松市長。まあ、組織は政策に従うというふうによく言われます。まあ、その時々の、重点政策とか、そういうものに、合わせてですね、組織もやはり作っていくべきだというふうに、考えております。そういう意味で、まあ、子ども教育部の設置とか、そういったですね、重点政策に対して、組織を、取ってきたところです。まあ、先ほどの、おっしゃった、企画財政部、例えば企画財政部の話であればですね、まあやってみた感じで言うと、まああれですね、
まあ、功罪あり半ばというかですね、そういうふうにも、思っております。まあ、私としてはとにかくあの公約、さっき最初にありました公約のですね、実現、政策を、スピード感を持ってやっていく体制として何が一番望ましいのかと、ここは、しっかりとですね、検証して、ぜひですね、まあ、見直しにつなげていきたいと。で、先ほどもありましたけれども、再来年の、まあ、5月を目標にですね、庁舎が変わります。庁舎が変わったときに、バタバタするのではなくて、しっかりと新庁舎になったときにスムーズに対応できるように、少なくとも来年からですね、見直しを、来年度当初から見直し始めたいと思っておりまして、そのあたりは早急に、組織の、まあ、これまでの課題は詰めてですね、そして、12月議会にはですね、一つ、来年4月からの組織案ということで、お示しを、したいと、そのように考えております。議長。18番、山口正弘議員。はい。今、市長が申されましたけれども、その時その時で、まあ、組織としてその何が一番いいのかというその判断をしていくという話なんですけれども、この約束も今ないですけれども、困った足の約束という中でですね、まあ高齢者の生きがいづくりを応援しますって、それもその時その時でその変わっていくのっていう話になるのかですね、というのは、その私はそのさ今日の午前中の一般質問の中でもありました、その榊とか式見とかいう話があったんですけれども、私に言わせればその高齢者の生きがいっていうのはそれが生きがいじゃないかと思うんですよね。あえてそれをその改めてするのではなくて、今されてるそれを助ける、そういう意味でだったらその高齢者の生きがい作りになるんじゃないか。予算つけて金やって 無償で金やってですよ、そしてするのではなくて、その高齢者の生きがいっていうのは今を生きている、今をそれを糧として頑張っておられるおばあちゃんたちのためにですね、生きがい作りにそれをするっていうのであれば大いに結構かと思うんですけど、やり方として なんかそのちぐはぐな感じがするんですよね。まあそういうふうなことを含めてですよ、まあ今後そのやっぱり考えながらやっていただきたいなと、これは苦言です。じゃあ最後の質問に入りたいと思います。ふるさと納税の取り組みについてということでお尋ねをしたいと思いますけれども、昨年度のですね、ふるさと納税の実績はどれくらい上がっているの、どうなっているのかをお尋ねをまずしてしたいと思います。平川企画財政部長。平成27年度になります。27年度のふるさと納税の納税額につきましては、2億1323万5569円、件数にいたしまして13744件でございます。議長、18番。18番、山口正弘議員。はい。これは27年度ですね。そしたら28年度はどれくらい、まあ伸びてるんですか伸びてないんですか。平川企画財政部長。28年度現在の年度でございますが、4月から7月までで2546万1000円件数にいたしまして1687件でございますが、これ昨年度平成27年度の同じ期間、27年度の4月から7月まで、これのふるさと納税が8236万737円でございますので、同じ期間の対前年度比でいきますと、今年度は 31% ということで、7割ほど落ち込んでいるという状況でございます。議長、18番。18番、山口正弘議員。っていうのいうことはですよ、
このふるさと納税というのは今後そのどうなっていくのかと思うんですよね。例えば上峰町ですか。上峰町が今年度かな15億ぐらいあって都城市で50億ぐらいかな。そして武雄市で2500万。この差は一体何なんですか。答えられますか。平川企画財政部長。差の要因、ふるさと納税の、額が大きい自治体が、どのような取り組みを具体的にされているのか、ここは十分な分析が必要かと思いますが、われわれが把握している範囲では、やはり返礼品の見せ方も含め、返礼品の整え方、あるいはそのスピード感、こういった手法が大きな差を生んでいるということの一つだというふうに思っております。議長。18番山口正弘議員。例えばですね、上峰町に至ってはそのある業者さんにお願いをして、その要するに何と言いますか、例えば肉なら肉、野菜なら野菜、すべてを業者さんに お任せをして、業者さんの方で配送までしていただいて、そしてその中で、例えば極端な言い方すれば100の中の20はそのもらえますよというような感じでされているという話もお聞きするんですよね。それとか、都城に至ってはその市の職員さんでやっていると。しかし市の職員さんが何十人とかかってそこにやって物を集めるのにも、もうそれこそ国軍奮闘じゃないですけれども、その県下1円回って物を集めておられると。そしてそれだけで足らなくて、臨時さんをの数を増やしてその物を集めて配送されているですね。ここで考えなければいけないのはですよ、例えば熊本県の地震があったですね。熊本県の地震は熊本なんですよ、あくまでも。でも九州全体が観光客が減ったですね。でしょ。次、じゃあ佐賀県のもの、武雄でですよ、例えばふるさと納税に使う、ね、ふるさと納税をしてもらって、武雄で極端な言い方ですよ、イカを送りました、東京にイカを送りました、魚の干し物を送りました。じゃあ武雄が海があるかないかって、東京の人が果たして分かっているかっていう、佐賀県は一つだと思うんです。要するに熊本がああなったのも九州が一つだったからこそ、皆さん方のその観光客の数が減った。それを考えれば佐賀県は一つだと思うんですよね。じゃあ例えば佐賀牛が、これは一つの例ですけれども、宮城町のですね、町長さんに言うとらんけんが、ちょっと後で怒られるかもわからんですけれども、宮城町のその佐賀牛の販をその返礼品として やるときに、そこの中にその肉の中に塩を入れてるんですよ。塩、こう塩をパラパラとして焼くという感じで塩を入れてる。その塩はどこの塩か、何かのご縁なんです。そういうふうなことを考えたときにですね、その自治体の
例えばその都の城であったり上峰町であったり、そのたくさんそういうふうなとされてる自治体をですねよく見て、そして今後に生かせる方法はないかということで考えていただきたいんですけども、いかがですか。小松市長。まずこうふるさと納税については、全国でもこうその賛否、議論はありますけれども、やはりこう市民サービスの向上、そして、市の PR を考えるとですね、この仕組みはしっかりと使う必要があるというふうに考えております。その上でなんですけれども、まあ、じゃあ返礼、今のお話だと返礼品、をどうするかっていうときに、当然まずはですね、市内の事業者の、まあ、産品を扱う。これはまあ前提だと思うんですけれども、それにとどまらずですね、やはりそこは、私たちもですね、一つの経営としてですね、いろいろな、まさにこう佐賀県全体の、特産品を活用して、それを一つ返礼品にする、そしてそれによって、まあ、結局、まあ、武雄だけ来るというより、まあ、武雄に来たら、旅行で来たら、それこそ伊万里も行く、有田も行くなんで、まあ、言ってみたら、この辺り、同じようなもんでもありますので、そういう意味でですね、PR も多分こう全体を兼ねることはできると思います。武雄市にとっても、まあ、佐賀にとっても、今の話聞いてて、なるほど、それはいいなというふうに思いました。確か上峰が昨年かが21億で、この前、小木市長に聞いたら、確か14億とか言ってました。まあ、我々2億というところもあります。まあ、県内では一番、まあ、上峰町が、まあ、断トツ群を抜いてるんですけれども、ぜひその、やり方ですよね。で、そこについては、その先進自治体、ここに、しっかりと学んで、早急に、まだ、ふるさと納税の、まあ、ブームが、消えないうちに、早急に手を打っていきたいと。で、打つときには、視野としては、とにかく武雄だけではやはり限界がありますので、そこは佐賀という視点でですね、産品なども扱って、そして、ふるさと納税の、とにかく増やすというところに向けて、早急に取り組んでいきたい、そのように考えております。議長、18番。18番、山口正弘議員。話を聞いてるとですね、上峰町さん の, そのふるさと納税を扱っている方からちょっと聞いたんですけれども、もう佐賀牛は中番だって、それで佐賀牛はないですよと、バンターは言わせないんだけど、佐賀牛はないですよと、もうなかなか難しいですと、じゃあ何してるんですかって聞いたら、いや、もう豚しゃぶは私たちはもう扱いようですっていう話やで。それ豚しゃぶは何ですか、豚しゃぶはどこの豚ですかって聞いたら、その桜ポーク。それで、その武雄市内 の, その養豚農家の人がですね、うちに見えられて、実はその、まあ、ふるさと納税にも我々自分たちも貢献をしたいという中で言われたんですけども、その武雄市の豚っていうのは、その若きで、その若きの方だったんですけれども、武雄市の若きでその養豚業をされてる人たちの豚は、なんていうかって言ったら、若くすポークなんですよね。そしてその若、さ午前中、ちょっと市長が言われましたけれども、若くすポークをですよ、これ、名前言えば、言うたら、ちょっと武雄市内の業者さんやけん言われんかもわからない。A さんというその業者さんがお見えで、そこを通したら若くすポークなんですね。ところが JA さんを通して他のところで売ったら、若くすポークがいつの間にか桜ポークになるんですね。うん、そんなもんなんですよ。午前中、JA、河原の JA で買うたぎな、桜ポークじゃなし、若くすポークば買うたっていう話の出とったですね、おそらく その流通がどうなってるのか、ようわからんですけれども、大体通常は、JA を通したら、
桜フォークになると。だからその馬鹿門市場ですか、あそこに出ている桜フォークはひょっとすっき若きの若くすフォークかもわからん。その若くすフォークのその人たちがですね、いや私たちも貢献をしたいですよと。だから希望はもう場合でもその例えばですね、竹雄氏がそういうふうなことでその乗っていただければ、その自分たちもね協力して一生懸命頑張りたいという中で、じゃあ何をするか、ふるさと納税をいっぱい集めてくださいよということなんです。先進地に学んででしょ。で部長さん、そこで考え方はその先進地に学ぶって言うたってそう簡単にできんもんじゃなかったですけれども、本当に学ぶ気があるのかないのか、その辺ちょっと確認をしたいと思いますけど、いかがですか。平川企画財政部長。ふるさと納税につきましては、貴重な独自財源であります。市の政策を遂行する上でも、この財源というのは、非常に重要視をしております。従いまして、市長の方から早急に取り組みをさせていただきたいと申し上げましたとおり、早急に対応する所存でございます。18番。18番、山口正弘議員。ですよ、極端な例ですけども、例えばふるさと納税が10億あったってですね、10億ふるさと納税があって、竹雄氏がですね、2割取って、あとの8割であなたたち全部してくんさいって、例えば会社を組織をしてですよ、例えば2割取ったとするですね、それ10億の2割中2億ですね、それ2億で何ができるか、国の補助金は 30% もろって、県の補助金 30% もろって、じゃあ自主財源30点いくらになるか分からんですけども、約6億の工事何かができるんですよね、補助金をもらったら。だからそのふるさと納税のその金っていうのはものすごいその効力を発揮すると思うんですよ。そのための一番今後ろに企画課長さんが座っておられますけれども、そのための私は企画部、企画財政課じゃないですけど企画課だと思うんですね。今後そういうふうな取り組みをですね、ぜひしていただきたい、企画課で。そして企画をしたら次のする行動をするかにすぐ移すと、やると。企画で抱えなくて、企画したらじゃあそれを実行するかにやる、そういうふうにですね、スムーズにこう行くようなその行政運営をですね、今後していただいてですね、竹雄氏がその昨日からずっと話で一般質問でもあってましたけれども、体育施設が不足していると、しかしいかにしても財源がないと、財源がなかったらどこかから持ってこんばいかん、じゃあそういうふうなとを企画して、そして他の課でそれを実行するというような方法を取るようなシステムをぜひ今度のもしその改革をされるのであればですね、そういうふうな取り組みの仕方をぜひしていただきたいなとお願いをして終わりたいと思います。終わります。以上で18番山口正弘議員の質問を終了させていただきます。以上で本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。